泉大津駅は、大阪府泉大津市朝日町にある、南海電気鉄道南海本線の駅。駅番号は、NK20。9校以下の種別が停車する。鉄道昇華第5週58番の歌詞にて、当駅が登場する。対比設備を備えた、島式2面4線の高架駅である。ホーム自体は10両編成分あるが、現在の停車列車は8両編成以下である。 当駅は駅長が配置され、諏訪の森駅忠岡駅と高篠浜線の各駅を管轄している。2008年6月7日に、上り線の効果が使用開始され、エスカレーター、エレベーター、フルカラー LED 式発車表の機能に加え、発車時刻、両数も表示されるが設置されている。下り線については2012年8月4日に高架化された。 太陽光発電システムが2011年1月25日から稼働を開始し、また雨水利用システムや節水型トイレを設置するなど環境に配慮した駅である。内側2.3番線が本線、外側1.4番線が外飛線となっている。南波側にりから上りへの渡り線がある。ただし2013年現在、泉大津折り返し列車は設定されていない。 日中は空港急行と普通との環境接続がほぼ終日行われており、当駅発車後の普通車は空港急行と比較して、上りは堺駅まで先着、下りは泉佐野駅まで先着している。泉大津フェニックス開催の際は臨時列車が発着することがある。1968年以降でも、この泉大津フェニックス開催の際、 臨時特急列車も発着したことがある。高架下には、南海の商業施設 n クラス泉大津がある。日中は1時間あたり8本が停車する。2019年時の1日平均乗降人員は29,433人で、南海の駅では10位、南海本線では5位である。高石市南の専修地域の鉄道駅としては、1日。 辺りの乗降客数が隣接する泉市にある、阪和線泉府中駅、仙北高速鉄道泉中央駅に次いで多い。また、南海の駅全体から見ても、東駅以南のすべての特急停車駅を上回っている。各年時の1日平均乗降人員数は、下表の通り、ある座泉大津泉大津駅の南海バス乗り場泉大津駅を立つ、全便が泉府中駅前を経由する。 321を除く各便が泉中央駅を経由する阪急フェリーに接続している桃山学院大学への直通通学バスが発着している。ありがとうございます。